こんにちは、ナフ太郎です。ナーフ N ストライクエリートスペクトルレブ5を紹介します。N ストライクシリーズの黄色バージョンのブラスターも存在するんですけれども、こちらエリートシリーズということで飛距離が20メートルくらいということでちょっとパワーアップしてるらしいですね。黄色の N ストライク時代のスペクトルがちょっと飛距離いくつかはちょっとわかんないんですけど、右も左もですね、塗装がめちゃめちゃ凝っておりまして、ちゃんと左側も塗ってあるとすごいなって、凝ってるなって感じがするんですけどね。でこちらのいいところはですね、バレルにオプションパーツ付けられて、上部にも、ナーフ用のレールが付いていて、さらにストック部分にもオプションパーツ付けられるというですね、拡張性がありまして、バレル、いや、かっこいいですね。実銃でいうところのサプレッサーですよね。音を消す、こうなんか暗殺する方が銃につけるような、お、付属のストックですね。結構かっこいいですね。うん、おお、取れた。これロックがかけられる仕組みになっておりまして、これでロックですね。これロック外して、おお、いいですね。あ、でもちょっとぐにゃる感じはしますね。思いっきり力を入れてこうグッてやるとなんかしなるような感じはしないでもないですけど、ロック外して、おお、あ、それでまた回転し終わったらこういう感じでロックがかけられますね。うん、携帯性もあって、ちょっとこう肩の方にね押し付けて構えることもできる。いや、これかっこいいな。このサプレッサーのバレルもいいですけど、こちらのストックも結構コレクションアイテムとしてなかなかポイントが高いんじゃないですかね。スペクトルの遊び方ですが、まずこちらのボタンを押していただいて、でシリンダーを反対側から押し出すと、はい、シリンダーが出てきますので、こちらの方に弾を5発ですね、付属の弾、こちら5本ついておりますけれども、ちょっと撃った時見づらいので色的にこのゾンビストライクカラーの弾を入れさせていただきます。5発ですからね、気持ちちょっと少ないような、はい、弾数がしますけれども、で戻すと、はい、まあ、普通に戻すのもいいですけど、こうカッコつけまして戻すのもありかなと思います。あとはコッキングしてトリガーを引くと弾が出ます。おお、うん、いいですね。威力もまあまあいい感じだと思います。スラムファイヤーできるなんて一言も書いてないんですけれども、ちょっと試してみたいと思います。トリガーを引きっぱなしにしてちょっとコッキングしてみたいと思います。はい、おお、これはおお、無理やりスラムファイヤーできますよ。これは楽しい発見かもしれませんね。くっそ弱え。飛距離2-3メートル、いや2メートルぐらいですかね。めちゃくちゃ可愛いスラムファイヤーできますよこれ。素晴らしい。
ナーフ N ストライクエリートスペクトルレブ5でした。重量が付属のオプションパーツを全部つけて 584g と軽い方だと思います。価格がアメリカのアマゾンで買ったんですけれども、記憶がもう曖昧でして、多分4000円か6000円ぐらいの間だったと思うんですけどね、すいません。横が何もつけないと33センチからオプションパーツ全部つけて74センチと、いろんな顔を持っている感じがしてすごいですね。縦が17センチで初速が20メートルパーセコンドから21メートルパーセコンドと、まあ、程よい強さ加減でいい感じだと思います。ソナー数が5発で、ハンドガンなのかライフルなのか、ナーフコンボが楽しいイケメンナーフだと思います。ハンドガンタイプにもできますし、まあ、これだけで、はい、結構かっこいいと思うんですけどね、うん。でサプレッサーもついて、はい、もうこうステルスでね、隠密行動的な感じで、こうすると長物のライフルみたいですごくかっこいいと思うんですよね。でちょっと畳んだりできちゃいまして、これもパカパカしませんしね。ただちょっとこの状態ですとコッキングがやりづらいんですよね。この部分がちょっと指に当たっちゃいまして、勢いよくやるとちょっと痛くなってくるかもしれませんね。スナイパーライフル風な風貌に変化して、これはかっこいいですよ。おお、すごいですね。もうちょっとバレル長い方がいいかもしれませんね。これだとスコープがでかすぎますからね。サプレッサーよりでかいんじゃないかっていう感じで、ハンドガンからライフルタイプまでいろんな表情ができるこのイケメンナーフのスペクトルくんなんですけれども、日本のアマゾンで6000円前後で結構売ってたりしますので、気になる方はですね、概要欄にアマゾンリンク貼っておきますので、ご購入してみてはいかがでしょうか。これは結構遊びがいがある素晴らしいナフだと思います。威力もまあまあ強いですしね、うん、めっちゃおすすめです。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイナラ。